皆さんこんにちは、しおりみちゃんのよしほです。はい、ということで今回ですね、今回はね、私のクリスマスプレゼント紹介をしたいと思います。ということで朝起きたらね、こんなものが置いてありましたよ。はい、置いてありましたよ。でも今日学校だったので、はい、ね、今年はね、25までバッチリ学校でしたね。プレゼントをね、はい、学校行った後、放課後にあげたいと思います。はい、学校行ってきましたよ。お疲れ様でした。どうでしたか、今日の学校は。普通に授業でした。最後まで授業ってやばいよね。相当遅れてるね。あ、でも最後の1時間はゲームやった。ゲーム遊びだったよ。ずっと遊びだった、うん、でも授業式1時間目、うん、2時間目国語、うん、3時間目算数、うわ、4時間目にちょっとゲーム、うん、なるほど、軽いゲームやって終わった。そんなちゃんと4時間もあったの、最後なのに、うんうん、へえ、やっぱね、遅れてるところは本当授業に当てないといけない。だって最初テスト返しから入ったもん。マジ？なんか全然最後って気がしないね。ね、本当に。あとクリスマスって気もしないよね。ないですね、今年はね。じゃあ開けてみましょうか。そうですね。じゃあ一個ずつだ、開けます？じゃあ一個ずつ机に乗せてください。ちょっと近づく。まずね、こちらのね、なんか闇の黒い、闇なの黒いボックスですね。いきます、いきますよ、うん、だーおー来ました、野長神。これは希望してたものですよね。私これね、あのね、うん、今年の夏からずっとこれ欲しくて。そうだよね、全巻セット、やばい、ありますか、全巻ちゃんと。で、1から22巻、うん、あります、ちゃんと。ちゃんと中身をちょっと見てみましょう。こんな感じです。いや、嬉しい、嬉しい、ちょっと待って、嬉しい。え、ちょっと嬉しい。どうですか。え、嬉しい、ありがとうございます。見えました、届いた、届いた。面白いな、テリミ、もらがね。やば、超嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい、本当嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、黒いボックスは以上ですね。以上ですね。あ、次にね、この白い袋のものいきますか。はい。なんだろうね。形的にもよくわからないです。ひょうちゃんもお願いしたものは2つなの？2つです。意味はまず2個。私は、頼んだものが野良神の全巻と呪術廻戦の全巻を頼みました。何ですか、いきますよ、いきます。はーい、うらうら、すごいですね。ストレートヒートブラシ。え、やば、待って、やばい、え、待って、これ、私これね、一回ね、欲しいって言ったことがあるんですよ。好きなの？うん。じゃあ届いたんじゃない？届いたんだ。私テレパシーでさ、送っちゃってたんだ、もしかしたら。やば、ありがとうございました。パパが言ってたよね、なんかそれ欲しいならサンタさんに頼むね、言ってた。それでか、それでだ、多分。ありがとうございました。ちょっと開けてみる、せっかく開けてみよっか、なんかどうなってんだろうね。多分サンタさん山田電機のほら見て、山田電機山田電機、サンタさんも買い物するんだよ。サンタさんも買い物するんだよ、山田電機。おおおお、すごい、いいじゃん、超いいじゃないですか。いいね。いいね、これ。ママも欲しいぐらい。え、ママも使う人ね。いや、いいです、いいです。こんな感じで。いいですよ。あ、かわいいね。黒。すごい。これ、あれでしょ？電気が、うん、ドライヤーみたいに熱が入るんでしょ、うん、そう、熱が入って、うん、温度もちゃんと変えられて。へー。おしまいですか。え、すごい、ありがとうございます。なんでしょう？こういうことで。人気だよね、でもこういうのブラシね、ブラシ。サンタさん、山田電機、うん、行くの。サンタさんどこでも行くから。そうなの？そうだよね、うん、いい
ラスト、こちらの袋ですね。はい、じゃあもうあとはもう透けてるっていう噂がありますけど透けてみないの透けてみないのよし、じゃあ開けますね。はい、ちょっと一回机に出します、はい、おー、バラバラになってるけど、わわ、出てきました。こんな感じでございます。リミ読む呪術回戦いきなりリミ読むやばいやばい。どう、揃ってる？揃って、ちょっと数えますね。一応数え、0巻でしょ、うん、1巻でしょ、うん、2巻でしょ、これ、ね、今お店に売ってないよね。これ5巻、あ、これ4だった。なんか人気すぎてお店に全然売ってないんですよ。そうなの、ないの。どの店行ってもね、置いてないの。サンタさん絶対苦労したと思う。絶対苦労したよね、うん、レミさん、黒いの映ってるよえ、しーちゃん、どこまでが アニメなの？多分ね、まだ3巻、4巻ぐらい。ここ全部、まだ知らない感覚。はい、ということで、ね、はい、ということで、うん、呪術廻戦人気すぎてやばくない？そう、お店にね、全然売ってないんですよね。なのでね、サンタさんならきっとねと思って、はい、すごい。村上はね、もうずっと前から秘めてて、うん、はい、すごいね、もう漫画がじゃあ欲しい漫画来ましたね。じゃあ来ました、やっと来ましたどうですか、はい、嬉しいですか？超嬉しいです。リミも読む？リミも読む、いいよ。リミもね、呪術廻戦の漫画ちょっと見たんだよね、アニメ。うん、今日配信だよ。金曜日の夜中に配信なんでしょ、うんうん、もうどっちかというと土曜の朝を1時に見れるってことで、はい、というわけで以上、こんな感じで私のクリスマスプレゼント届きました。すごい、すごい量じゃない、言葉がいくかしたかな、触ってさ大切にね、読んだり使ったりしていきたいと思います。はい、超嬉しいですね。これ、あと頼んでないものがね、来たということで嬉しいね、これ。嬉しい、うん、嬉しい、これよかったですね。よかったですよ。よかったです。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。これさ、コメント欄とかあったらさ、うん、皆さん何頼んだの教えてねとは言えるけどさ、うん、言えないんだよね。そうね、皆さんもね、バイバーイ。クリスマ、良いお年を、良いクリスマスを、良いお年を、良いクリスマスを。もうクリスマス、この動画が上がる頃には終わってるけど皆さん、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ねえ、呪術廻戦読もうぜ。